ダイエーのドラフト1位城島選手が今日のロッテ戦の7回の表ツーアウト1、2塁の場面でキルマン投手からプロ入り初安打を放ちました。通算5打席目の初ヒットでプロ初打点も記録。王監督もこれから長いプロ野球生活が始まりますよと祝福の言葉を送っています。